しぶりだな。あこもあこも。皆さんスノボなんですね。自分もスノボの方がいいでしょうか。スキーの方が怖くないイメージがあるのですが。確かに足が固定されてるスノボの方が怖く感じるかもしれないですね。スノボは横に滑ってくけど、スキーはまっすぐ滑れるから怖くないのかも。アコはスキー派だよ。私はどっちでも行けるから、途中で交換でもしてみようかな。さすがひなさんですね。それでは自分はスキーにしてみます。みんな準備できた？はーい。よし、それじゃあ行こう。板を履いたのはいいんですが、これどうやって歩くんでしょうか。歩いても歩いても後ろに下がってしまって。ガバババーって歩けば大丈夫だよ。ガバババーと言われても。ガバババーだよ。それは傘だよ、マヤさん。全然わからないんですが。アコはシャシャーって感じだと思う。アコちゃん、それは違うでしょう。スイスイスイって感じじゃない？もう何が何やら。とりあえずガニ股気味にスキーの板を進む方向に対して斜めにして少しずつ歩くといいかなと。なるほど。お、本当ですね。これなら前に進めます。よし、そのままリフトにレッツゴー。なので不安ですが、やってみます。マヤちゃん大丈夫？リフトは止まらないから、前の人が乗ったらすぐにシャッと行ってパッと乗る感じだからね。シャッと行ってパ？この状態で動いているリフトに乗るんですか？そうだよ。それは絶対無理だと思います。せめてもうちょっとゆっくり。大丈夫、やってみたら案外簡単だから。なんならはぐみ、横でタイミングを教えてあげるよ。不安なら板を一度外して手に持って乗っても大丈夫なんで。え、そうなんですか？はい、とりあえず上まで行って滑る練習をしてればリフトも乗れるようになるんじゃないかなと。そうですね、今回はそうしてみます。すみません、北沢さん、応援してくれたのに。ううん、はぐみは全然大丈夫だよ。着いた。これで初級者コース。結構勾配が急ですね。滑ってみると意外とそんなことないんじゃないかな。というか、今更だけど私、この格好でスノボできるのかな。前が見えてれば大丈夫、大丈夫。そんな簡単に行きますかね。ねえ、早く滑ろうよ。自分はどうすれば。大丈夫、マヤさんはハグミと一緒に滑ろう。はい、よろしくお願いします。任せて。滑り始めたらまずはバーって滑るんだよ。止まるときはこうザザザーって止まる感じで。ザザザ。さあ行ってみよう。わかりました。ヤマトさん、足がプルプルしてるけど大丈夫ですか？大丈夫です。行きます。すごくないですって。ヤマトさん、平気ですか？ああ
ありません。自分がせっかく教えてもらってるのにザザザーの感覚がつかめなくて。どうします、一度下まで歩いておりますか。いえ、それも迷惑になりますから、なんとか頑張ってみます。本当に、あんまり無理しないでね。そうだね、怪我したら意味ないしさ。そうですね、気をつけます。えっ